こんにちは、今日もエンタメプレイ、踊り木です。まずはこの光栄な、ファイナルというステージに、選んでいただき本当にありがとうございます。今回披露をいたします演舞、新日本京都はこの峰山陶芸祭で振り納めとなります。僕たちは新日本京都をもっと一秒長く踊っていきたいと思っておりますが、もう振り落としなの、振り納めなので、この峰山陶芸祭で全力で演舞してまいります。この新日本、この新日本京都は若さをテーマとし、またこの若さゆえの活気あふれる演舞を通して、この会場の皆さんに笑顔や元気を与えるようにこのチームは踊っております。今回も最大限会場を盛り上げさせていただきますので、手拍子、ご声援のほどどうぞよろしく。